倉橋さん。 どうされたんですか? 先生! いや、ごめんなさい。 忘れ物しちゃって 大野さんから鍵借りたの。 大変ね。 こんな時間までお仕事? もしかしてカウンセリング先生ありがとうございます。お気持ちはありがたいんですけど、 勝手に部屋に入られるのは迷惑だった。違います。そうじゃないですけど。どうしたの？なんで逃げるのよ。待って、何私を怖がってんの？そういうつもりじゃないんです。何なの？ちょっと先生おかしいですよ。いつまで経っても連絡くれないし、非常識だと思いませんか？私ずっと待ってたのよ。落ち着いてください。待って、私怒ってないから。 気持ちを内側にするつもりはなかったんです。だから怒ってないってば。てか、なんで私があんたにそんなに向きになんなきゃいけないのよ。思いやられないのよ。あんなに親切にしてきたのに、なんで私がこんな気持ちにならなきゃいけないのよ。 秋川! 秋川! おお、大丈夫か?
おしっかりしろ。大丈夫？わかる？秋川。おい。ICU に運ぶから酸素準備して。秋川。もし連絡したら。おい。わかるか？おい。クラさん。こちらです。クラさん、どうされました？クラさん。クラさん、ちょっと診察するのでご自分で立てますか？立ちましょうか。大丈夫ですか？落ち着いてください。落ち着いてください。車椅子、車椅子。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。落ち着いてください。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。ちょっと車椅子乗れますからね。